慰めてあげる。アマの愛。ありがとう。早速私のビデオを見てくれたのね。私、アマの愛、16歳。君の名前は？どうしたの？元気ないね。そう、失恋したんだ。そんな悲しい顔しないで。あの子にはわからないのね。あなたにはたくさん素敵なところがあるのに。私じゃあ役不足かな。でも私なりに精一杯慰めてあげるね。そう、そんなに苦しいんだ。あなた心から私を必要としているのね。いいよ、今日からいつもあなたのそばにいてあげる。なんだ。いる。いる。確かにいる。すげえぞこのビデオ。現代科学もついにここまで来たか。
アインシュタインは天才だ、ホーキングは爆発だ、神は我を見捨てなかった、失恋したこのモテ打ちヨータを見捨てなかった、これはまさに神様が失恋した僕に与えてくれた愛の女神じゃ、恋の仏様だ。そのフェイスはリホより可愛く、そのボディはリエより素晴らしく、そのマインドはノリコより優しくおしとやか、うーん、顔は好みだし、スタイルは抜群だし、特に胸が大きいのが、でもなんでビデオの女の子がテレビから出るんだ。確かに朝から調子悪かったけど、まさかな。でも、お、なんだ、胸がしぼんだぞ。え、このアホタン、壊れたデッキで再生すんな、死ぬかと思ったろ。あれ、なんか柄悪いぞ。まあいいか。違う、なんか違う、こんな性格のはずじゃない。そんなに嬉しいのか。あれ、アマの愛、ビデオガール、よろしくな。ビデオガール、お前、モテないヨータっての。モテ打ちヨータだ。じゃあヨータ、さて、何すっか。俺たちビデオガールってさ、男にとって都合いい存在なんだ。お前が望むこと知ってあげる。女の子と二人っきりで夜を過ごすにはと、なるほど。おーい、おい。じゃあとりあえずエッチしよっか。エッチ、エッチってやっぱあれか。初体験の心得はと、爪、髪、男の魅力と、ふつつかものですが、よろしくお願いします。痛くしないでね。冗談だよ冗談、真に受けるな。よし、じゃあ得意技を見せてやる。何やってんだ俺、俺は萌実ちゃん一筋じゃなかったのか。俺に勇気があれば萌実ちゃんを傷つけずに済んだのに、萌実ちゃんがかわいそうだ、かわいそうだ。こんなとこにビデオショップ。やはーい。ちょっと待って。あのね、君が何者なのかちゃんと説明してくれよ。だからビデオガールだってば。その子が気に入ったかな。久しぶりのお客じゃ。お主で3人目じゃな。この店はの、ピュアな心の持ち主でないと見えんのじゃよ。例えば自分の方が傷ついているのに他人を思って涙するような純粋な心の人間だけにの。なんでそれを。失恋したお前を慰めるために出てきたの。ビデオの中でもそう言ったろ。そういうことじゃなくてさ。いいじゃねえか、どうだって細かいんだよお前。なんだからモテねえし、すぐ失恋するんだぜ。私はニーマイ君が好き。どうせ俺は失恋しましたよ。どうせ俺はモテませんよ。なんだよ、慰めんじゃなくて説教垂れんなら今すぐ消えてくれ。さあさっさと消えてくれよ。おい、どうした。ヨタのせいだぞ。壊れたデッキで再生したから男っぽくなったの性格だけかと思ったら、チンチン生えちゃったじゃないか。責任取れ。
なんだ、びっくりした。あ、スケベ。ピヒてぃじゃねえんだよ、こいつは。でも、かわいい。ねえ、ほんと誰なの？モテウチくんの好きな人って。じゃあさ、俺が言ったら萌美ちゃんも言う？自分の好きな人。え？ダメだから、私のは。え？私が好きな人はね、モテるから。さあどうだ、これで愛ちゃんにいてほしいって思うぜ。手料理だ。お袋がいなくなって10年。親父はいつも海外だし、手料理なんて食ったことなかった。いただきます。うまいだろ。うまっ。こんなもん豚ホタテ鶏でも食わんわ。ひどい。俺はね、プロのシェフ並みの腕前って設定なの。なんだよ、うめえじゃん。こんなわけないよ、作り直す。これでいいよ。せっかく作ってくれたんだから。お前のいいとこ一つ目っけ。ライバルが多いでしょ。競争苦手だから諦めるようにしてるんだけどね。たかしのことだ。たかしのことを言ってる。それに私のこと何とも思ってないみたいだし。なんとなく分かったでしょ。さあモテウチくん、言わなきゃやだよ。諦めんなよ、まだ何も分かんないんだろ。頑張れよ。何を言ってるんだ俺は。何を。お前のいいとこ一つめっけか。何にやけてんだよ、また変なこと考えてたんだろ、このスキーベ。バカ、そんなんじゃねえよ。無理しなくてもいいんだぜ、ヨウタン。こら。早送り。巻き戻し。コマ送り。やめて、やめるんだ。スロー。次はストップ。こら、ストップボタンなんか押すな。俺が消えちまうだろ。そうなの。何すんだよ、これじゃデッキ使えねえじゃねえか。いいの。いいのってな、お前。絶対にビデオに触んなよ。俺の再生時間は1ヶ月限りがあるんだ。早送りなんかしたら寿命が縮むんだぞ。電源も切るんじゃねえ、消えちまうからな。はい。映画も見られないのか。代わりに愛ちゃんがいるじゃん。まあいいか、この子といると退屈しそうもないし、それに1ヶ月で消えるって言ってるしな。野獣の家に住むことになった美少女愛ちゃん、果たして愛ちゃんの運命やいかに。なっちゃって。なんか入りづらいな。え？いい雰囲気じゃん、お二人さん。はい、初恋の味2丁。ありがとう、ニーマイ君。まずいよ、タカシ、手足が狂った。なあ、
もしかするとヨウタの好きな子って萌美じゃねえの？冗談だよ。変なこと言うなよ、タカシ。ヨウタ、これちょっと苦いね。ちょっと。あ、そうそう、冗談。ちょっとからかっただけさ。もうそんなのばっかり。正直に言ってよ、モテウチ君。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。なんだよ、服着たまま風呂に入るのか。でも本当に脱ぎやがった。信じられねえ。誰だこんな時に。はい、もしもし。ヨタ、俺だよ。おい、ヨータ。タカシか。あのな、今日の公演のことだけどよ。おい、もう入れるぞ。今、女の声が聞こえたぞ。ヨータ、早くお風呂入ろうぜ。ほら、やめろってば。何を。ああ、違う。タカシに来たんじゃなくて。お風呂。何するんだ、お前は。何もしてねえぞ、俺は。いや、だから、お前に言ったんじゃねえって。早くお風呂入ろう、ヨータン。うわ、やっぱり女の声だ。ヨウタ、お前女連れ込んでるのか。萌美か。やったぜヨウタ。萌美ちゃんを連れ込む。何言ってんだお前は。これはその、あ、そう、ビデオの女の子だよ。ビデオガール。ビデオ？うん、そうだよ。あ、ちょっと忙しいから切るぞ。おい。はあ。お風呂。あ、わかった。やっぱヨウタには刺激が強すぎたか。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。モミちゃん行っちゃった。悪いな、俺お前のこと趣味じゃねえよ。たかし、お前。萌美ちゃん。うん、しょうがない、他の人探すか。おう、いいやつ紹介してやるよ。うん、お願い。ああ、萌美ちゃん。でもそれは本当の失恋じゃないと思うな。だけど萌美ちゃんはタカシのことが好きなんだぜ。と言って別に嫌いって振られたわけじゃねえだろ。だったらチャンスはあるさ。そうかな。よし、こうしよう。目標、ヨウタをいい男にして萌美ちゃんと付き合えるようにする。な、これで俺の存在価値が出たな。大丈夫かな。このアイちゃんに任せなさい。変なやつ。そうと決まったら背中流してやるぞ。いい、うわ、いいよ。ビデオから出てきたからには精一杯慰めてやるって。結構です。みなさん。慰めてあげるって言ったでしょうが。さあ、どうする。お尻の感触が嬉しいような、情けないような。優しく笑え。うん、じゃあね、優しく。うわ、どこ触ってるんだ。
ジェットコースターに乗ったみたいだ。まあ、あいつはあいつなりに一生懸命やってたみたいだし、いっか。おい、お前の布団は客間に。おやすみ。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。俺、お前のこと趣味じゃねえよ。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。俺は失恋したんだ。その時俺はさっきまでと違って愛ちゃんの再生時間に限りがあることを少し寂しく思っていた。
大変だみんな、ヨータが学校に女連れてきた。なんで学校になんか来たんだよ。だっていつもそばにいるって約束したじゃんか。だから私思った、そうだ、頑張って振り向かせちゃえばいいんだってね。モテウチ君、これからも応援してくれる？うわ、大接近だ。ヨータ何やってんの？私モテウチ君のことを好きになってればよかったのにな。ビデオガールは特定の男を愛したりできねえようになってんだよ。私の研究室にようこそ。今日は皆さんと一緒に20世紀後半のジャンプ白亜紀における美少女キャラの生態を見ていきたいと思います。これです。学名伝英目アイサウルス。このアイサウルスの出現はジャンプ白亜紀にとって画期的な事件でした。その身体的特徴はまずアイチャンテ、アフリカゾウ500頭分の破壊力を持ちます。続いてアイちゃん足、厚さ10メートルのコンクリートをも破壊してしまいます。アイちゃん胃は超強力な溶解液を出して何でも溶かしてしまうのです。さらにアイちゃん耳は1000メートル先で落ちた針の音も聞き分けられますし、アイちゃん目は銀行の金庫だって透視してしまいます。いかがでしたか。まさにこのアイサウルスこそ今世紀最強の美少女怪獣である。なわけないだろ。終わり。